王朝の勢力図中国の王朝は、現在の中華人民共和国の地域において、天使が天の委任を受け、天下の全部、または一部を治めた朝廷のことである。また、夏については、実在が完全に証明されていないが、実在したと考える研究者が少なくなく、後述する徳の継承が、陰、衆になされているため、取り上げることにする。中国の王朝の系統については、 一般に、徳を用いた説明がなされるため、徳についても説明する。徳とは、儒教において君主が持つべき道徳的な能力のことであり、徳の断絶は王朝の断絶とみなされていた。そのため、王朝交代の形には、禅譲と芳伐の二種が存在する。また、義の葬儀は、五官の検定に禅譲させることで皇帝となった。 このようなケースは現代では三脱と呼ばれるが、以降の王朝交代に見られる形となった。征服王朝とは、漢族以外による支配が行われた王朝のことである。ただし、五湖十六国や義神南北朝時代の北朝については、神道王朝に含めるため、実質的には、梁、金、元、真の四王朝のことである。 カール・ウィット・フォーゲルト中国科学院考古研究所の表家賞との協調である中国社会史、領により初めて研究がなされた。春秋時代の諸侯の勢力図ギクレ諸三国の勢力図精神の勢力図闘神の勢力図五個十六国時代については、帝号、王号、前号など様々な称号を有する国が乱立していたため、ここでは、いわゆる五個十六国のみ記す。 全、超、東進、西官、前領、大国の領域前進、東進、前高し、前両、前縁の領域正義、東義、両の領域図917年の各国の勢力範囲北総、両、聖下と縁運16州の位置関係1415年の、明、後に、後金が満州地方に成立する。最盛期の清し。金色が本土。 黄色が新と同訓連合を成す地域、橙々色が超広国。ありがとうございます。